2012ヨハンナ・クバントは、ドイツの実業家であり、大富豪である。倒産の危機にあった BMW を救済した、ヘルベルト・クバントの妻であり、BMW の特別顧問を務めた。実業家、ヘルベルト・クバントの秘書を長く務めた後、クバントの三度目の妻となる。1997年まで、BMW 顧問会のメンバー。 現在も同社株の16.7%を所有する大株主である。ホーブス氏による2007年度世界長者番付の67位。ドイツヘッセン州に在住。現在、ドイツの長者番付100位に名を連ねる同家の人物は8名にも達する。ヨハンナのほか、息子ステファン・クバントと娘ズザンネ・クラッテンは、経済誌ホーブスが発表する世界長者番付の常連でもある。 一方で、一族は取材などをほとんど受け付けず、その詳細は謎に包まれている。ヨハンナの義父、ギュンタークバンとは、ナチスとの信仰を深めた。同等を支援すると,とともに強制収容所から徴用した労働者を、自身の工場で酷使して、富を築いた。工場における強制労働の内容は過酷で、毎月80名以上の労働者が死亡したという。しかしながら、 ドイツ敗戦の1945年以降、同家は、ナチス時代の強制徴用と強制労働の事実を認めず、生存者からの賠償請求も受け付けなかったと批判されている。ドイツ国営放送は2007年10月1日、同家が過去に行った、上述の悪行とナチスへの政権援助を暴き、その後の責任逃れを追求する、ドキュメンタリー番組を放送した。放送は、 予告なしに行われ、大きな反響を呼んだ、BMWS カンドットファミリーフェイセズイッツナチパスト。ありがとうございます。